ちょっと秋ちゃんが泉頑張ってくれないと念力が足らないんじゃないですか。なるほどね。そう、お願いお願い。さあしかし私ドラドラ、ちょっと高いのドラドラで、ピンズ1メンツできてます。大体あの宮内プロはこの対局が始まる前から最後の予選第12戦私緊張しちゃうってそっちの方心配してましたよね。そうですね、もうすでにここ始まる前から緊張が始まってるんですけど、もうね解説に集中してくださいね。はい。あ、泉これ強い。お、泉頑張れ。何をワンコにしました。何点かっていうとこなんですけどね。そしてこちらは現在2番手石、ね、ドラが欲しいんですよ1枚。アキは軽いっちゃ軽いが、ね、ただ動けないんですよねこれ。ははあのチーポンができないのはかなりのマイナス材料、うん、ペイは意味は 5-2 どっからでも OK ってことですかね。さあ石ここでもまたメンツ完成、うん、気合入ってますねあの石が ね目指すはゴッドですか。そうですね。メンピンでもハックあるからな。このままストレートでテンパったらツモ戦ですか。まあ白をアンコにすればね、その条件クリアで。まああとリーチするかどうかにもですか。一枚目。一枚目は泣けないですね。それがないんでね。もう一枚打たれる前にテンパ入れたい石。これね、両靴持ってきたのはスーマンです。パーマン切りか、これは やっぱり打つならマンズなんですか。だからサブロッソのピンフって強いですから、うん、だから3枚引けば最高でカンウマン引きにも備えといっ、うん、パーマン切りか、今はちょっと中途半端な感じがするんですよね。そしてドラのリャンマンは2枚使いたい。2万切ったか。2万中途半端というのはどの辺が中途半端なんですか。1万引かないと、まあ、うん、そうですね。3層、うん、3万引いた時の痛さが半端ないかですからね。そうですね、2万切りは、まあ、3万は薄いんですけど、はい、石が持ってるんで、さあマンズだぞ。これで5番だった。まあ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 、ただカンチーマンとサブロッソだとかなりね団地なんで、ただこれに対して押せるかどうか。そうですね、石は条件なくなりました。もうなるほど、リーボー出たんで、リーボーが出て、はい、もう何でもいいんです。なるほど、もうあえて押すしかないですもんね。そうですね、上がられたら大体自局、大体終わるっていうふうにまあ思いますよね。逆に泉と秋はフリーズですよ。マンズはあーっつってもこれは捕まえらんないのか。あー、うん、捕まえられないですね。はい、さあ早く追いつきたい石。さあ石をどうするか。ウーピン、あ、パーピン、シャンテンス落としたんですか今。そうですね、もう一曲あると。あら、はあ。そうするとこの2枚目は泣かない。はあ、まあそうですよね。そうするとここは我慢の一局になりそうですが、一応でもドラ引きのためには残してるんじゃないですかね。3枚1枚はドラ引いたら行こうってことですかね。超筋のパーピン打ってますから、完全な白旗ではないわけですよね。なるほど。泉チートイツのイーシャンテンですが、こういった、あ、まあ筋か。そしてチーマンは山に3枚。ここで使われてるだけですね。はい。あ、そうですね。はい。山に3枚。山さんです。なんと。積もりました。ワクツこれ4セオールじゃないですか。そうですよ。さあワクツがやってきた。抜け出した。それであやちゃんの目はなくなった感じですかね。1万9000ワクツさん、はい、全局の
イーマン切りのあたり難しかったですよね。そうですね、最終的に何をどういうふうに決断されてイーマン切ったんですか。私 G1 がいるかなってちょっとだけ思ってて、 Q1 とパワー1がちょっとあの早かったんで。なるほど。 G1 がいるっていうのと、あと三蔵打つとリャン1が出る形になるかなと思って。はい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 。リャン1が出る形だけ嫌だったんで。まあだから一数万引くとリャン1出ちゃいますからね。そうですね、うん、なるほど。あ、じゃあドラだけは絶対出さないという、いう感じで、もし総図の数層リャンズを引いたら、パワーワンとローワン切って、もう一回リャンワンに受け直そうかなと思って。はい、そのまあ、はい、ね、あの読み通り7万を見事という感じだったわけですね。じゃあ